漆のように黒く光沢があるコップや器。この八千文には実は県内に大きな影響をもたらした海の厄介者が活用されているんです。国頭村奥間です。海の上に無数のグレーのラインが出来上がっています。海底火山の噴火に伴い発生した軽石です。おととし県内各地の海岸に漂着し被害が相次ぎました。軽石は海から引き上げられたものの行き場がなく処分できずに残っているものもあります。読谷村に40年ほど根付く窯元、東進窯。軽石を活用して八千文を製作することは創業者の相馬正和さんにとって自然の流れだったといいます。壺屋の手仕事というのはですね、もう300年以上前から地産地消じゃないですけど、地にあるもので全て作られてるんですよ。僕の中ではもういろんな素材をパッパッと引き入れるっていうのはもう壺焼きそのものがそうだと、まあ、軽石もすぐに持って帰ってね、それをいろいろ使って分析させたらいいんですね。東進窯の八千文に軽石がどのように使われているのかというと、ね、本当にこうしてもう釉薬、焼き物に色や模様、光沢をつけるのに使用する上薬として活用されています。ドローッと流れて真っ黒になった時はね、あーっもう大発見で、もう感激して、僕にとってはダイヤモンドみたいなもんで。噴火によって生まれた軽石にちなみマグマ釉と名付け、さまざまな作品を制作。一つの作品に多くの見せ所を盛り込むことに成功しました。今こうマグマ釉として黒いところですね、それとまた中とここの白いところはサトウキビのキビバイ釉です。これがこうして乗るとですね、ナマコになるんですね。でこれはまあ壺屋ではナマコ釉っていうね、重なった釉薬の魅力みたいなものをね、やはりこう味わってもらえると。軽石だけではなくサトウキビやガジュマルなどさまざまな沖縄由来の材料を釉薬に取り入れ、唯一無二を追求しています。大体どんな灰でもね、釉薬には使えるんですね。灰の持ってる、パワーというか色合いをね、そのまま単味で使う場合と混ぜて使う場合と、まあ、そこに釉薬のその色合いが変わるんで、そういういろんな表情が出るんで、それがまた楽しみって言いますかね。製作所の隣にはカフェも併設していて、窯で料理を作る際に発生する灰も釉薬として活用するなど、あらゆるものを循環させています。軽石をはじめ、自然のさまざまな灰を再利用する、こうした取り組みは、作る責任、使う責任という SDGs の目標につながっています。僕ら生まれるって言うんですよ。それを生まれたものを育てるのが、そういう使い勝手のね、お客様がそういう意識を持って、ものを大事にしてね、育てていくっていう過程も本当は作り手から使い手に変わっていく中であるんでね。八千文に新たな彩りを与えた軽石、厄介者と見るか暮らしに生かすかは私たち次第なのかもしれません。